はい、ということで、鎌倉霊園の方にやってまいりました。こちらが鎌倉霊園、ですね、八王子の霊園もそうなんですけど、霊園の入り口の電話ボックスっていうのが比較的心霊スポットとして有名なので、私そこから始まりまして、この辺りのね、化けさを感じやすいところを、おそらくお事務所さんというものがいるだろうなと感じられるようなところをご案内してまいります。ちゃんと杖持ってます、数珠持ってます、銀のブレスレットもつけています、ガードはちゃんとしてます。守るべきものはちゃんと守った上で心霊スポットは参りましょうね。お参りもしなくちゃいけないですよ、ということでございます。出発します。はい、ということで、心霊スポット周りですね、こちらがですね、鎌倉霊園立ち洗い門ですね。これ見えるかな、立ち洗い門、こちらから始まりまして、ぐーっとこう来てですね、こちらが心霊スポットとしておそらく有名であるであろう電話ボックスでございます。お近く参りましょうかね。この電話ボックスに何かを感じ取らなくてはならないということであるのであれば、電話ボックスの電話機に重なるように男性の方1名、いらっしゃいます。皆さんご覧になれますかね。夜なんで見やすいって方はもしご覧になれるんじゃないですかね。こちら側が横ですね。ここから先向こう側に参りますと、正面に参ります。目が合うかもしれませんので、霊感の鋭い方は、おやめになった方がいいです。私も画面から、目をそらします。ただし映します。あまり眼見はなさらない方がいいと思いますよ、ということで、回ります。霊園のこちら側ですね。こちらね、ずっと参りますけどもね、鎌倉霊園霊堂としてお伝えするのであれば、立ち洗い門から、この向かい側の藪、こちらにかけて走っているのが霊堂だと思うんですけれども、見事にお家がありませんね。家がない。そして事故が多発しているのがこの像、この、やはりカーブですね。ここは、大変に事故が多発しているところでございますね。いろいろセンサーがございます。こういったところもね、防護の柵が張られておりますけれども、あそこちょっとやばいかもしれないですけど、完全にいるでしょう。緑のあのなんか木があってね、ここですよ、ここ。こんばんは、失礼いたします。ちょっと言い方は悪いですけど、そこに住んでいる、野宿している方のようにいらっしゃいます。最初僕はホームレスさんかなっていうふうに思いました。そういうことでも、まあ、こんな風に書いてあるでしょ、ほら、ローリング走行禁止とか書いてあるでしょ。まあね、好き勝手に曲がりきれなくてね、すっ転ぶっていうのは勝手ですけども、それはね、あまりやられない方がいいと思いますよ。こちらがね、先ほどから来たところ、電話ボックス、僕がご挨拶した方、そして、やーっと来て今霊堂の手前で渡ってまいりましたね。電話ボックス手前の立ち洗い門のところから今この藪になっている、こちらまでが霊堂ですね。もうね、なんて言ったらいいんだろう、草木も枯れ果てますよ。いわゆる自然のものがあるところに対しては、こういう草木も枯れ果てるような、まさに、生きたるものを滅ぼすような力を感じるようなところが、いわゆる霊堂ということでございます。車の方に渡りまして、カーブの向こう側からですね、車を渡って横断歩道を渡って、
参ります。今ここね霊道突っ切りますよ。ここが霊道ですね、まさに霊道でございます。ちゃんと防備をなさっていってくださいね、きちんとした防備をなさっていきませんと様々な現象が起こる可能性がございますので、お守りになられるっていうことに関してはちゃんとお守りになってください。まっすぐと霊道が走っておりますね。私もこの坂なのものですから、こちらから向かい側ね、こうずっと霊園を囲うようにしてまいりますけどね、足が悪いもんでね、なかなか足腰がきついので緩やかな坂でもきついです。なので、こちらに関しましては本当に霊園の前、そこをお伝えするということでご容赦願いたいんですけれども、横断歩道をきちんと渡ってですね、この横断歩道上も非常に事故が多いです感じます。ここの道路でもお亡くなりになった方は1人や2人じゃないですね。この横断歩道上でですよ、ご注意なさってください。車の方もご注意なさってください。失礼いたしますね。えそういうことでございます。本当にご注意なさってください。こちらがね、水が流れてるでしょ。私が報告していますように霊道というとこには必ず沿って水の流れがございますね。その水の流れに逆らわないようにやはり霊園の方から川下の方に向かって霊道が走っております。そういうことでございますね。本当にね、自分の体が少し丈夫ならね、もう少し詳しくお伝えしたいんですけども、こちらが鎌倉霊園でございましたね。お伝え申し上げました。本当にね、短い動画になってしまいましたけれども、皆様にご報告ができたのではないかというふうに思います。こちらの電話ボックス、男性の方ずっと向こうを向きっぱなしでございますね。あえてお声を聞くということはいたしません。何かあったんだと思いますということでございます。ということでシークエンスパパ友の、神奈川県心霊スポット周り、鎌倉霊園でございました。何かね、お感じになられるようなものがございましたらね、どうかね合唱なさってくださいね。心穏やかに過ごしてくださいというふうに お伝えくださいということでございます。改めまして、どうか心穏やかにお過ごしください。失礼いたします。幽霊バイバイ。で実際相談されて、どのような感想をお持ちになりましたか？私そんな何回か他のところでも占いとかは行ったことあるんですけど、全くなんていうんですかね、道具とかを使わないので、なんか びっくりしたのと、あと本当に見えてるんだなって、なんか私は見えないんですけど、あ見えてるんだっていうふうに思いましたね。なんか。まだ言ってなかったこととか、なんかこうなりそうなんですけどどうなんでしょうみたいな相談をする予定だったんですけど、その前にもうパパさんが言ってきたのでびっくりしました。
こんにちは、シークエンスポポトノでございます。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この度ですね、横浜の方に移りまして、3月22日月曜日、5人会を横浜で開催することになりました。もちろん私の練習頑張っていたします。ご先祖様の声をお伝えさせていただきますけれどもですね、未来占い、恋愛占いのレイシュガーさん、そして前回ですね、水天宮で大変ご好評をいただきました香水さん、その方も参加させていただきますので、どうかお問い合わせをくださいましてお待ちしております。お会いできることを楽しみにしております。